します。その前に、モジラモンたちが遊びに来てくれました。今日も一日みんなよろしくね、頑張ってね。さあ、ではそんな元気いっぱいのモジラモンたちと一緒に、会場内のご案内をしていきます。まず会場内、感染対策安全対策のためお客様の入場を規制する場合がございますのでご了承ください。また屋内外ともに入り口に消毒台を設置しています。マスクの着用や距離の確保など感染対策にご協力をお願いします。続いてお客様へお願いです。カメラ、ビデオなどは頭の高さまでとさせていただきます。三脚、踏み台を使用しての撮影はお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。また本日会場内では、報道の撮影が入っております。皆様ご理解ご協力をお願いいたします。こちらもお願いします。さあ、屋内外ステージともに荷物を置いての場所取りは一切禁止となります。見かけた場合荷物は撤去させていただくこともありますので、ルールを守って楽しい時間を過ごせるようご協力ください。そして一番大事なお願いです。先ほどミッチーさんからもお願いがありましたが、館内、狭い通路、そして店内などでの、撮影は他のお客様のご迷惑になりますので一切禁止、をお願いします。広い場所でぜひキャラさんに声をかけて楽しく撮影をしてください。お願いします。さあハニキャラのみんな、寒くないの？寒くないの？元気？モジラモンとエガマンちゃんはハッピー着てるから高そうだけど、なんだろうな、個人的にイナゴジャスとか特にすごい寒そうなんですよ。暖かいダウンを貸してあげたくなっちゃう。はい、さあ50分ということで、10分前ということで、そろそろキャラさんがステージ前に来てくれますかね。でモジラモンたちはそのままで、他のキャラさんもステージの前に来てくれますかね。はい、ではですね、先ほどご案内した通り、撮影の際には後ろの方にご迷惑にならないように交代で撮影してくださいね。そして出店者の皆様、まもなく10時からお店がオープンとなります。お客様をお迎えする準備をお願いします。ザリガニ博士、元気？あ、ザリガニ博士の謎解きがやってんだよね、館内でね。そうそうそう、ちょっと私難しかったんだけど、ザリガニ博士からのヒントもあるようなので、皆さんぜひ館内も回ってみてください。ほのぴおはよう。ちょっと昨日はさ、私緊張、3年ぶりで緊張してて余裕がなくて全然相手してあげられなくてごめんね。やめて、みんなの前でそんな本当もダメだし。ありがとうございます、頑張ります。はい、今日ステージよろしくね。はい、お願いします。
キャラさんが続々とこちらステージ前に集まってくれているので、ご来場の皆様、ちょっと一旦ですね、その場でいってらっしゃいと見送ってあげてください。通路も確保ご協力くださいね。今ちょっと入り口来てくれた横次郎とか、ちょっと待ってね、多分列に2列になると思うんだけど、ちょっと待っててくださいね。キャラさん2列にしますか、小島門の後ろ行きますか。はい、じゃあちょっと近くに軽くんも軽くんくらいから2列になりますかね。はい、ちょっと音響ブース前が混雑してるので、ちょっとキャラさん待っててくださいね。後ろ、どこから後ろ行きましょう。ポテコマくんくらいから後ろ行きますか。はい、ポテコマくん、じゃあちょっとごめんね、文字の方の方行けるかな、真ん中の方に行けるかな。はい、それに、はい、もうカルくんたちついていきましょう。カルくんもついていきましょう。はい、すごいね。はい、さあさあ、どうも。
その場でちょっとどちらかというとゆとりを持ってご覧ください。真面目に言ってるとまたちょっとミッチーさんにねつまんないって言われちゃうからね、楽しく行きましょうね。あ、ちょっと空もなんか明るくなった気がする。さあ、キャラさんもたくさん集まってくれて賑やかにこの後オープニングステージを始めていきます。皆さん、あったかくして今日一日最後までお付き合いお願いしますね。他に来てるキャラさんいないかな、大丈夫かな。みんなすごいね、間に合ったね、すごいすごいですね、みんなバッチリ時間に来てくれました。さあ、この後屋外ステージエリア、会場内のブーススターとともに、そしてステージも始めていきます。引き続きご来場の皆様にご案内です。この後会場内撮影が入っておりますので、皆さんご理解ご協力お願いします。あ、カバ様いいとこ取りましたね。あくぼ様ごめんなさい、そこ、そうそうなんです、そっちのゲストが上がるんでごめんなさい。はい、それでは改めまして皆さんおはようございます。はい、キャラさんも元気いっぱいご挨拶ありがとう。3年ぶりの開催となりました世界キャラクターサミット in 羽生、ただいまより2日目のオープニングステージを始めていきます。今回は会場が変わっただけでなく直接会えるリアルイベントのほかに、会場に来られない方のために配信も同時に行うハイブリッド型の新しいイベントとなります。屋外ステージではふるさと納税企画や、館内では謎解き SDGs 企画など楽しいイベント盛りだくさんなので、皆さん今日も一日楽しんでいってください。それではステージ、2日目のオープニング、この、皆さんにオーガンステージに上がっていただきたいと思います。世界キャラクターサミット in 羽生実行委員会、大塚副委員長、そして羽生市川田市長、そしてイオンモール羽生ゼネラルマネージャー内藤義明さん、よろしくお願いします。さあ、ではですね、2日目なのでちょっとね楽しい感じでお送りしていきたいんですが、ではまず、はい、大塚副委員長、ご挨拶とそして昨日の感想、今日の意気込みなどお願いします。はい、皆さんおはようございます。ありがとうございます。副実行委員長の大塚と申します。いつもはちーちゃんと呼ばれています。マスク失礼いたしました、ちょっと恥ずかしいですね。はい、昨日からですね、今日にかけてサミットの方を今年2日間3年越しで開催することができました。皆さんのおかげと、あと皆さんのこの感染対策のね頑張りのおかげかと思います。今日もですね、昨日に引き続き感染対策しっかりしていただきまして、笑顔あふれる一日とさせていただきたいと思います。昨日も大盛況に終わりましたので、本日も最後まで皆さんの笑顔を見られるようにスタッフ一同一緒に楽しみながら頑張りたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。ステージありますよね。はい、あります。はい、あの昨日どうでしたか。昨日もやってもらったんですが、今日の内容の見どころとかありますか。そうですね、本日も大変ご飯のお供として、はい、優秀なおかずたちが揃っておりますので、はい、楽しみにしていただきたいなと。でお客様の中から1名だけ試食に一緒に参加していただきますので、ぜひ我こそはっていう方はその時に一生懸命手をくまちゃん手を挙げてる振っていただければと思いますのでお願いいたします。はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。ふるさと納税企画12時からとなっております。さあ、では続いて川田市長、おはようございます。昨日に続きステージの上からたくさんのお客様ご来場いただいてますが、ご挨拶と、そして皆さんに、はい、お願いします。はい、お集まりの皆さん、おはようございます。今日は出だしが早いですね。本当もうそろそろ駐車場もいっぱいになりそうです。そして私駅の方から来たんですけども、歩いてる方もたくさんおりました。大勢集まってるんだなっていう感じ、見えました。昨日はですね、オープニングでここで、大野埼玉県知事も応援に来ていただきました。その他大勢のお客さんも来て、今日はこ
のイオンモール羽生の内藤ゼネルマネージャー GM もおいでいただいております。大変お世話になり、今回は、イオンモールをお借りして盛大にできたこと本当に、感謝しております。どうぞキャラだけじゃなくて買い物もぜひお願いしたいと思います。そうでないと私の顔が立ちませんのでということで、昨日もですね、大勢の方が来ていただきました。今日はそれ以上に、出だしから昨日よりも多いように思います。まあ、3年ぶりのですね、リアルあるいはリモート等でや、ハイブリッドっていうことで行われるということで本当に、ありがたいなというふうに思います。内木さんですね、実行委員長、内木さんが実行委員長なんですけども、空手のね大会に出ていて、今日は昨日も欠席です。今日3時に間に合うかな。準備しっかり実行委員会の皆さんがいろんな工夫をしてやっていただいて本当にありがたいなっていうふうに思います。そしてイオンモールの西コートの方でも大画面で、リモート参加あるいは動画で参加しているところもございます。また無事のもんチャンネルで発信しています。全国規模のこの大会がですね、今年も皆さんのおかげで盛大に開催されております。まあ、コロナ禍の中ですけれども人数が増えることについて非常に私どもも心配しておりますので、どうぞスタッフの指示に従いながら、見学あるいは買い物等していただければと思います。ちょっと長くなりました。今日キャラたちありがとうございます。みんなで、キャラで、地方そして、楽しみ、楽しんでいただければと思います。今日はご来場ありがとうございます。私はさすがですね、イオンモールの宣伝もしてそして注意喚起もしてキャラさんにも、はい、声かけして素晴らしいです。ありがとうございました。さあ、それではですね、イオンモール羽生ゼネラルマネージャー内藤義明様、はい、たくさんのお客様に北方ご挨拶をお願いします。皆さんおはようございます。まだちょっと早いんですけれども、楽しんでますか？はい、本日はイオンモール羽生にご来店いただきましてありがとうございます。そして世界キャラクターサミット in 羽生、3年ぶりですね、ご来店いただきましてありがとうございます。もうぜひですね、本日最終日となりますが楽しんでいただいて、事故なくやっていただければまた来年につながっていくかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。でですね、ちょっと皆さんにお願いがあります。今回のキャラクターサミット、キャラだけじゃなくてやはり変わった市長、それから実行委員会の皆さんの協力があって成り立っております。ですので、その実行委員会の皆さんですね、もう裏方です、その方たちにありがとうっていう気持ちを込めてちょっと拍手でね、応援したいと思います。実行委員会の皆さん、キャラクターの皆さん、本当にありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。じゃあぜひ楽しんでください。ありがとうございます。突然聞いてちょっとありかもしれないですが、内藤ゼネラルマネージャー、なんか好きなキャラさんとか推しのキャラさんとか、なんか身につけてるキャラさんとかいたりしますか？やっぱり無事なもんでしょうか。やっぱりそうですね、お上手です。ありがとうございます。ぜひお買い物の方も皆さんしてくださいね。というわけで、お三方一言ずついただきました。今日もみんなで盛り上げていきたいと思いますので、ありがとうございます。皆さん大きな拍手お願いします。さあ、それではですね、続いてはお待たせしました、世界キャラクターサミット in 羽生2日目もこの曲から始めていきましょう。石田洋介さん、佐久間秀樹さん、無事のキッズ登場してもらいましょう。どうぞ。さあ、今日も元気いっぱい無事のキッズ、そして石田さん、佐久間さん、お願いしたいと思います。じゃあ石田さん、佐久間さんからも一言、昨日の感想や、今日の意気込みをいただきましょう。石田さん、はい、お願いします。おはようございます。はい、我々半袖で頑張ってみたいと思います。朝から
無事なキッズのみんなも半袖なので、ね、佐久間さんはだいぶ辛そうですけど、いやもうあの昨日半袖どころじゃない格好してますから、まあ、なんともないですね、僕は記憶から消し去りましたから。あ、そうですか、まさかあんな網みたいなの着てね贅肉レボリューションやるとは思わなかったんですけど、はい、それこれ配信載っちゃってますけどいいですか。あ、そうですか、黙っててくださいね昨日見た方だけのね特別なステージですね。昨日イオンシネマでやったんですよね。はい、はい、それにも負けないパフォーマンスも今日お願いします。頑張ります。はい、それでは早速お願いします。はい、じゃあタイトルコールみんなでやろうか。いきましょう、せーの、ハローハニューハニュー。Hello!
リクエスト寄ってもらって、今日は前から正面から写真を撮りたいと思います。はい、ですね、ステージの下からまずは、撮っていきます。はい、では、はい、一旦ですね、今キャラさんと、藤田キッズたちとみんな撮りますのでね。はい、カメラはどのカメラでいきますか。はい、もうスタンバイできてますかね。わかりました。はい、では、集合写真いきますよ。はい、皆さんギュッと真ん中に寄ってもらって、はい、ではまずは正面からの撮影です。はい、皆さんも撮っていただいて大丈夫ですが、後ろの方にもね、ご配慮お願いします。はい、それでは、ステージ前の皆さん、はい、正面に向かって素敵な笑顔でお願いします。はい、名前が撮っています。各方向から撮っていますのでね。はい、撮れましたかね。はい、では今度ですね、反対側を撮りたいと思うので、ステージの上から撮りますよ。キャラさん、そのまま周りへ右をしてください。お利口さんがね、みんなね、そんなに立っててもちゃんと覚えてるね。はい、じゃあステージのキャラさん、ちょっとね、下がれる。さあ、お客さんたちの方に、はい、お客様も映りますよ。はい、お客様も映るのでね、はい、お顔をセッティングしてください。はい、ちょっとキャラさんたちの前に、うちのキッズ足元気をつけておいてね。はい、無事なボンバーなんか来てもらって、次はお客様も映ります。さあ、今度は皆さんも一緒に映ります。ステージの上から撮りますよ。はい、お写真撮るスタッフさんいらっしゃったら、この後、はい、ステージに登っていただいて撮影していきます。はい、ギューとくっついてね。はい、それでは撮っていきます。はい、キャラさん、ステージの方に向いてポーズ。お客様もニッコリポーズ。はい、 OK で、ただ OK 出るまでニコリニコリ笑ったままずっと。こちらの写真は、はい、公式の SNS でも発信していきますからね。皆さん、自分がどこにいるかしっかり探してくださいね。撮ったかな。みんな元気よく手を振ってください。2日目楽しんでます。あ、いい笑顔ですね。いい笑顔です。素敵です。さあ、ステージの上からで OK 出たら OK かな。はい、はい、ありがとうございます。さあ、ではキャラさん、そして会場の皆さんもご協力ありがとうございました。以上をもちまして、2日目オープニングステージは終了です。それでは今日も一日皆さんで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ではキャラさんが一旦、第2動が始まりますので、一旦ですね、皆さん両サイドに分かれて移動をお願いします。はい、キャラさんの、アテンドさんは両サイドから近い方から移動をお願いします。ご来場の皆様、一旦ですね、立ち止まって、通路の確保ご協力をお願いします。はい、うさぎキッズ、ありがとう。さあ、各ブースも10時から、スタートしておりますので、皆さんにはこの後楽しんでいただきたいんですが、ちょっと今キャラさんの大移動が始まっていますので、決してですね、一緒にちょっとお散歩は難しいと思うので、その場で手を振って頑張ってねと見送ってあげてください。藤田さん、今日も一日よろしくね。はい、いらっしゃい。さあ、一旦、キャラさんが通りますので、通路の確保をお願いします。さあ、ふにゃふにゃも呼ばれてる。早いね。ふにゃ踊りもせずに何を撮ってた。配信撮ってた。さあ、皆さんスムーズに、キャラさんの退場ご協力いただきましてありがとうございます。そのようにですね、今日館内でもですね、キャラさんと会いましたら、まずはキャラさんの移動を優先させてあげてください。通路の確保を、ね、していただいて、他のお買い物をされているお客様のご迷惑にならないように撮影をお願いします。キャラさんも多分、心得ていて、写真を撮れる場所を自分で分かってると思うので、ブースだとか、あとお客様があまり滞留しないところとかに来てくれると思うので、お写真撮れるよっていうところまではちょっとね、一旦我慢をしてあげてください。お願いします。